はい、皆さんこんにちは。面白雑談系の見た聞いた話、竹内涼真主演するテレビ朝日系連続ドラマ六本木クラスについて、竹内涼真がその思いを語っていますね。まあ、7日、まあ、初回放送されて、まあ、視聴率 9.6% 発信だったこの同作なんです。まあ、若干2桁には届かなかったんですが、まずまずの好発信ではないかと思ってますね。まあ、韓国で2020年ですから大ヒットしたドラマ、まあ、イテヨンクラスのリメイク版なんです。まあ、ネット上ではこの再現度の高さに絶賛する声がたくさん寄せられているんですね。まあ、リメイクとは何なのかと、まあ、クランクインする前に考えたことがありますと、もう一度作る、作り直す、まあそういう意味は確かにありますよね。まあ、今回六本木クラスをやる上で何が一番必要なのかとずっと考えてましたと悩んだことを明かしてますね。いや、韓国ドラマでヒットした作品でも必ずしもこのメイク版がうまくいくわけではないんですね。まあ、実際韓国で最高視聴率 33.2% すごいじゃないですか。記録した星から来たあなたは今年2月に Amazon プライムビデオで日本版リメイクが配信されました。でもあまり話題にはなっていませんよね。オリジナル、そしてリメイク、もう作品の雰囲気が変わってしまうこともあるんですね。このイテヨンクラスのファンの中にはこのリメイク版の制作に否定的な人もいるのも確かではあります。まあ意外にも韓国版に忠実という声が多かったのも確かなようで、まあ、特に竹内涼真演じる主人公が、まあ、早乙女太一演じる同級生を殴るあの場面ですね。まあ、韓国版と同じように雨が降りしきっていたあのシーンです。荒木優子を演じる役どころは韓国版では諏訪に当たるんですが、まあ、荒木優子公演が光り、まあネット上でも六本木クラスめっちゃ忠実だし、何よりもキャスティングが解釈一致しすぎるという声が上がるほど評判は上々だったんですが、まあ、一方あまりその再現度に違和感を覚える人も反対にはいるようですね。まあ一方であまりの再現度にこの違和感を覚える人もいる。これはまあ賛否両論あっていいんではないですかね。まあ竹内涼真韓国版同様得意的なあのイガグリ頭今回望んでいるんですが、あれ真似る必要あるのかとか、やっぱりあの髪型ダサいよねという声が上がっているのも確かなようです。まあカメラワークなども韓国版をかなり忠実に再現しているようなシーンがあります。まあ確かにイテヨンクラスに寄せすぎじゃない、見る意味あるんかこれっていうような意見も確かにありますね。いや、制作陣は六本木クラスが韓国版とちょっとかけ離れてしまうとこう反感を買うんではないかとかですね、まあ、あまりにこの韓国版を、まあ、意識しすぎるとこの日本版ならではのこのオリジナリティっていうのが、まあ、今後ちょっと出にくいんではないかという懸念もあるようですね。しかし竹内涼真はこう続けて言ってるんですね。まあ、作品作りにおいては絶対ということはないと、まあ、確かにそうなんですよ。まあ、確定な正解は出ませんと。いやー、これはね、何事においても絶対ということはないとケイ君も思っていますよ。うん、ただ一つ分かったのはこの六本木クラスは素晴らしい原作、イテヨンクラスと同様の内容、そして日本語で六本木という街で新たなキャストが人間関係を築き上げる、まさにその通りだなと説明しているんです。まあ、原作の素晴らしさを称えた上で、まあ、僕らが重要視しなきゃいけないのは比較ではないと。どうやったら六本木という舞台でこの素晴らしい原作を表現できるのか、僕はそう思うと、まあ、こう述べてるんですよね。いや、実にこれは真摯な意見だと思いますよ。まあ賛否両論あってもいいんです。まあ、原作もあるんですから、それに似せる必要もないし、コピーも必要ない、六本木クラスそのものの制作に頑張ってほしいとケイ君は思っています。原作者のチョ・グァンジンさんが六本木クラスは韓国版のコピーではない、日本の新しいドラマとしてとても面白かったです
とコメントを出してますよと、その言葉にすごく救われましたと竹内涼真もコメントしています。いや、それでいいんじゃないですかね。原作者がそうも言っているんです。ですから竹内涼真頑張って六本木クラス見事にやりきっていただきたいなと思ってます。まあ、ケイ君はこう思うんですよね。賛否両論あってもいいです。それは見方が立ち位置が違うから、それはそれでいいと思うんですよ。それはこの六本木クラス、イテウォンクラスを愛しているファンからの愛情の言葉と受け取ってもらいたいなぁとケイ君は思います。周りの声にとらわれず信念を貫いていただきたいと思います。まあ、イテオンも最高だったけど六本木も見応えあるよという声もありますよ。最後に比較せずに純粋に楽しんでいければいいなぁと思っています。ところでケイ君、イテオンクラス見てないんやろ？いや見てないねん。でも楽しけりゃ面白けりゃいいんじゃないのかなぁと思う今日この頃です。それではまた皆さん、お会いする日までごきげんよう。さよなら。六本木クラス竹内涼真頑張れ。チャンネル登録よろしくお願いいたします。